おいおい、本当に大丈夫か？俺らができることってないのか？俺たちまで落ち込んでちゃダメだ。木の瀬が張り合いたくなるくらい上手くなろうぜ。そうですね。なに、木の瀬は天才だ。すぐにいつも通りになって生意気言ってくるさ。そうだな。あいつらはあいつらなりに頑張ってるんだな。俺、ちょっと行ってくる。もしかしたら話しているうちにスランプ解決の糸口が見つかるかもしれないだろう。木の瀬、今までと何か弾き方を変えたりしたのか？どこかいるときに違和感はあるのか？弾き方も何も、今までは何も考えずに当たってたんです。ただ的に当てようと、当てたい場所を見て弓を引いていただけで。だから何が違うのかも、違和感があるのかどうかも分かりません。そうか、わからないか。せっかく声をかけてくれたのに、すいません。いや、それは構わないが。あんまり力になれなさそうだ。部員の力になれないなんて、副部長として失格だな。宮地君、そんなことないよ。宮地君は木瀬君を心配してアドバイスをしようとした。それだけでもう十分部員思いのいい副部長だよ。あとは木瀬君がどうするのかだけだ。俺がもっと力になれれば。こんな調子じゃあよ、インターハイ優勝どころか入賞も無理なんじゃねえの？そうだよな。やっぱり俺たち木の瀬を頼みの綱にしてたしな。俺たちは天才じゃないからな。
限界があるんだよ。そうですよね。僕たちじゃダメなんですよね。インターハイ優勝、夢だったんだけどな。そうだな、来年こそはって。頑張れるかな俺。おいお前ら、そんな話をする時間があったら練習をしろ。そんなことばかりやっているからなかなか上達しないんだ。でもよ宮地、あれを見てると、いや木の瀬が悪いっていうわけじゃない。本当は心のどこかであいつに頼ってた俺がいたんだ。そうだな、ミスしても木の瀬がカバーしてくれるって甘えていたのかもしれない。僕もです。木の瀬くんがいれば優勝できるって。まあまあ宮地君、彼らは彼らなりに弓道に対する思いがあるんだよ。そうですが部長。ただ発言には気をつけようね。自分がスランプに陥った時に今の会話を自分が聞いたらどう思うか、それを考えてほしい。すいませんでした。考えなしでした。木の瀬が聞いたら傷つくのに。そうですよね。僕、軽はずみな発言でした。分かってくれればいいんだ。インターハイまで時間がない。練習、できる時にたくさんしておこう。はい。宮地くんの気持ちは嬉しかった。木の瀬くんに聞こえないように配慮してくれたんだよね。そんなつもりじゃ。木の瀬くん、どうかした？部長、大会のエントリーですけど、僕を外してください。おい、木の瀬、お前、木の瀬、そんな。木の瀬、お前は何を言って。木の瀬君、どうして今の時期にそんなことを言うの？今の自分では何の役にも立てないから。だからお願いします。そんなことって、僕はどれだけ頑張っても出場できなかったのに。おい小熊。小熊、気持ちはわかるが
今は落ち着け。でも僕だって出たかったのに。僕が欲しくても手に入らないものを簡単に手に入れて勝つ勇気がなくなったらいりませんって。そんなの努力してもうまくできない人がいるのにひどいよ。最後まで逃げてほしくないよ。俺あいつ追いかけてきますわ。俺も行く。頼んだ。悪いな。悪いけど、それは断るよ。部長、本番でいきなり的に当たるようになるとはとても思いません。だから他の部員の方が絶対にいいです。それを決めるのは部長である僕であって、木之瀬君、君ではないよ。誰を大会に出場させるかは僕が決める。これは誰にも口出しをさせない。部長。部長。わかりました。少しでも調子が戻るように全力を尽くします。おい、部長は。中途半端な優しさはね、きっと木之瀬君のためにならないよ。今まで何でもできたんだ。こんな風にもがいたことはきっとないだろうね。でもだからこそ、その苦しみを乗り越えた先に見えるものを見せてあげたいんだ。部長の言う通りだ。普通のやつなら誰でも通る道だろう。木之瀬は天才だから何でも器用にこなしてきた。それができなくなっているということは、少なくとも木之瀬にとって弓道が特別な意味を持ってきたということだと思う。木之瀬もしっかりと今までの分もがけばいい。そうだね。時にもがき、あがくことで人は成長する。それを超えるまでが一番辛いんだ。今、木之瀬君はその段階にいる。大丈夫。俺はあいつを信じてる。木之瀬は必ず立ち直って、俺たちの元へ戻ってくる。お前もそう思うだろう。僕は待つよ。確かに時間はないけれど、それでも木之瀬君は僕たち弓道部の大切な仲間だから。
はい。いえ。違う！弓のせいじゃない、僕のせいです。全部わかってますから、腫れ物に触るように接するのはやめてください。僕が悪かったです。いきなり大きな声なんか出してしまって、情けないところを見せて本当にすいません。大丈夫か？木之瀬君も悪気があって強く言ったわけじゃないと思うから許してあげてね。そんなことないよ。木之瀬君はただ素直に甘えられないだけ。本当は誰よりも君を必要としてる。木之瀬は本当に弱くなった時に甘えるのが苦手なだけだ。お前が迷惑なわけではない。部長、とうとう引退してしまったな。先輩たち、何言ってるんですか？そんなふぬけたことを。確かに部長がいないと心細いですけど、宮地先輩がもう部長ですよね。あ、それもそうだよな。よし、来年こそは頑張ろうな。宮地先輩、その意気ですよね、先輩。
スターリースカイインサマーポータブル